桃江くん、今気になってる人いるでしょ。え、わかるんですか。うん、あ、運命の相手かもよ。え、本当ですか。うまくいきますかね。大丈夫、俺は尾上くん好きだよ。本当ですか。うん、はい、ビールです。はい、ありがとう。ありがとう。じゃあ乾杯。お疲れ様です。お疲れ。マジすげえ、あの稲見圭が俺の店にいる。後でサインください。おお、もちろん。よっしゃー。ちょ、まさやん、そういうの言わなくていいから。すいません、変な店に呼んじゃって。うん、変な店の常連がよく言うぜ。あ、でもここの料理はどれも美味しいんですよ。へえ。おすすめは、うん、この自家製シューマイです。あ、そうなんだ。じゃあシューマイ一つ。はい、シューマイですね。うん、サービスしときますよ。なんだよそれ、俺には言ったことねえじゃん。なんでお前なんかにサービスしないといけないんだよ。じゃあ、作ってきます。はい。二人は仲いいんだね。まさやんですか。うん、高校からの親友なんで。あ、そうなんだ。なんかいいね。ありがとうございます。稲見さんが役者目指すきっかけになったのも高校からの知り合いの勧めでしたよね。え、お、うん、そう。え、よく知ってんね。稲見さんが載ってる記事たくさん読んだんで。ありがとう。やっぱ知り合いっていうか、まあダチなんだけどね。面白いやつだったよ。へえ。そいつさ、犬飼いって言うんだけどね。もうね、名前だけじゃないの、見た目も性格も犬。じゃあその人ってどういう人なんですか。ああ、がたいはいいんだけど優しい目しててさ、笑うといかにも人懐っこくて、こいつはダチだって決めたらどこまでも気許してきて、もう距離感どこって周りを戸惑わせるようなタイプのやつ。マジっすか。犬飼いさんで犬っぽいって面白いっすね。でしょ。あ、もしかしてその人が稲見さんの好きな人ですか。あ、それは違うよ。あ、すいません、俺立ち入ったことを。裏木のやつ遅いな。何してんだろう。高いわよ。いつものことっしょ。ありがとう。今回のは特に取り扱い気をつけて。わかった。それは面白いね。あ、じゃあさ、はい、ちょっと手貸して。あ、あの手相を見てあげるから。あ、手相。うん、すいません。はい。あ、桃江くん、今気になってる人いるでしょ。え、わかるんですか。うん、あ、運命の相手かもよ。え、本当ですか。うまくいきますかね。大丈夫、俺は尾上くん好きだよ。本当ですか。うん、僕も稲見さんと会えてよかったです。かわいいやつだな。あれ、今お前の相棒いたよな。いや、さっきそこにいてピュッてどっか行ったぞ。ちょっと見てきます。うん、すぐ戻ります。はい。おい、待てって。おい、
どうしたんだよ。なんで帰るんだ。お前思ってた以上に人たらしだな。え、何が会えてよかった。あっちもお前に気があるって。よかったな。あとは二人で好きにしろよ。俺お前は俺が好きだと思ってた。けど勘違いだったみたいだな。誰にでも真っ赤な顔してすり寄るんだなお前。え、待って、さっきはお前のこと話してたんだ。稲見さんに手相見てもらって気になるやつがいるんだろって言われて、それで。だから俺が好きなのは、まあ言わねえよ。お前こんなとこで、お前もしかしてやきもち焼いた？うるせえよ、黙ってろ。なんだよ偉そうに。